こんにちは、無課金プレイヤーのフォルテです。今回はドリームキャラバンでエナジーを使うべきかについて解説していきます。シンプルにキャラバン終了時にこのぐらいエナジー残っていれば、まあ選択福袋とか、ダルスルとか引けそうなんじゃないかなっていう目安のご紹介もしますし、アニバーサリー引くかどうか迷ってる方もいると思うんですが、まあスルーするとしたらこういった方だったらスルーしてもいいんじゃないかっていうところをご紹介していきますので、よかったら参考にしてみてください。最後に OB2 段のランキングの記録もご紹介をしていく予定です。でやっていきましょう。ドリームキャラバンに触れていきます。まずは変更点、新規のシナリオ追加というところで、まあ、ちょっと視聴者の方というかツイッターの方で、まあ、こういうのありましたよというご報告いただいたので、それをまんまご紹介をしていきますと、こんな効果になるらしいので、まあ、参考にしてみてください。ちょっとただやっぱりね、流れでスクショするの結構大変だったみたいで、画像とかいただいてなくて、本当にこれが 100% 合ってるかっていうのはちょっと断言はできないんですけれども、まあ、来た際はちょっと試していただければなと思っております。他の選択肢もまあこんな感じで引き続きあると思いますので、まあ、始めたての方とかはこちらスクショとかしてもらって、どういう効果になるのかね、確認してもらえればなと思います。まあ攻略の進め方とかそちらに関してはこちらの過去動画ね出してますので、よかったら参考にしてみてください。続いてドリームキャラバンでエナジー使うべきかについて入っていこうと思います。まあ、まずはキャラバンでエナジー使った場合どうなるかっていうところですが、まあ単純に全試合自動で500エナジーそこに費やした場合だと、こういった記録に過去なっておりました。まあ個人差あると思うんですけれども、825エナジー使ってキャラバンボックスから328回いった場合の記録となっております。まあ、枚数見たら分かる通り、ガチャを引くよりも圧倒的にこちらの方がお得なことが分かるかなと思います。まあ、ざっくりイメージ、 S ランク1枚 A ランク17枚 B ランク48枚っていう感じですかね。そのぐらいが期待してもいいんじゃないのかなっていう風になっておりますので、早くオールエース極みにしたい初心者の方とかは特に頑張っていただく必要があるのかなと思います。で他の使い道としては、まあ、割と結構もうオーダー整ってるよ、極みにできる選手多いよっていう方だと、トツコーチガチャ20連に回すっていうこともね考えたりとか、ダルセルとかのね足しにするよっていう考え方もできるかなと思います。選択福袋だと50連引いた後一応70連目もある可能性があるんで、まあ、そこを引くのもまあ人によってはありなのかなって感じですかね。狙い選手が1球団すごい固まってる場合であれば、当たる確率も高くなってくるんで、まあ、その人数次第でそのおすすめのは変わるのかなって感じはしております。まあ、ただ始めたての方はまあ問答無用でキャラバン優先なのかなって感じですかね。まずは煙突進める準備が一番優先なのかなと思っております。まあ、純正の方だと迷うと思うんですけど、まあ、そこも A ランク欲しいのか自チームの S が欲しいのか、それ次第なのかなって感じですかね。まあ、S のコスパとしてやっぱ自チーム確定はでかいので、12球団の方よりかは比較的純正の方は70連目まで行ってもらうのもまあありなのかなと思っております。まあ、ミキサーでねたくさんできるとはいえ 100% 当たるとは限らないので、なるべく確率高いうちに狙うのはありですね。でそしてキャラバン終了時に残しておくべきエナジー数ご紹介していきます。この数字が終了時に残っていれば、まあ、今後来るであろう良さそうなガチャで終了日にギリギリなんとか引けるんじゃないかっていう目安になっております。毎月900から1000エナジーぐらいエナジー獲得できる方の目安となっておりまして、日程に関しては完全予想となっておりますので、まあ、違った場合はエナジーが足りなくなる可能性もあるのをご了承いただければなと思います。まあ、少し余裕を持って考えてもらうといいのかなと思います。まあ、ひとまず選択福袋、そしてダルビッシュセレクションハッピーニア福袋で50連する場合でご紹介しております。まあ、去年の田中将大セレクションと同じような形で来ると今のところ予想してますので、その場合であれば、まあ、通常よりも基本的に50連に引きたい方が多いんじゃないかなっていうところで、一旦これでご紹介しております。通常もらったらセレクストミキサーっていう形になるんですが、まあ、最悪100連超えしてもね全然おかしくないガチャになってますので、まあ、リスクは高いのがね、怖いところになっております。まあ、とりあえず選択福袋50連であれば最低722はキャラバン終了時残ってないと引けないかもねっていうぐらいになってますね。でまたプロスピフェスタも4月の28日からね、まあ、6ヶ月以上来てないというところで、まあ、今月来てもおかしくなかったりする、まあ、近々ねあると思いますので、最近新しく獲得した選手が多いというところで試練アイテム少ない方も多いかと思いますので、それに向けて、まあ、最低100、まあ、150ぐらいイベント分エナジーは持っておいてもいいのかなとは思っております。でアニバ引くか迷ってる方なんですけど、スルーする用としては、まあ、今後被るかもしれない可能性の高い選手だったら、その選手が狙いだったらスルーしてもいいのかなっていうところが一応挙げられます。例えばスパークコラボガチャであったり、ベストナインタイトルホルダー、まあ、ちょっと先ですけど WBC のサムライスカウトとかで対象となりそうな選手であれば、そこで獲得するっていうことも考えられますので、一旦アニバでその選手しか狙いじゃなかったらスルーするっていうことも考えられるかなとは思います。特に今山本由伸投手であればスパークコラボもそうですし、ベストナインタイトルホルダー
まあ、WBC も出てきそうな可能性は非常に高いと思いますので、まあ、代表候補なのかなってところですかね。まあ、ただやっぱりそのガチャ引かないと被る可能性って、まあ、正直ね、累計 S 契約書とかベストナインタイトルホルダーもありますけど、まああんまり高くないと思いますんで、そっちのガチャを引かないよっていう方だったら今のうちに確保すべきだとは思っております。まあ大体引くとしたらリーグで結構頑張ってる方で、まあ少し課金できる方でシリーズ2終盤のリーグのスピチャンで結果出したいとかいう方だと思うので、そういう方はね、どこでエナジー使うかは重要なのかなと思っております。で、個人的にはアニバスルーします。はい、今回はスルーするんですけど、理由としては山本投手しか狙いがいないっていうところと、まあ、それ以上に今年はさすがに WBC の大谷さん能力が気になりすぎると、もう取り逃したら後悔する気がしてしょうがないっていうところがありますので、まあ、それに向けて少しでも余裕を持ちたいというところが理由になっております。まあ、具体的な数字だと現状キャラバン累計も含めたら3500ぐらい持ってるんですが、アニバ引くと2000、キャラバンで750はまあ最低絶対使いたいので1250になってしまうと、選択福袋50と OB3 段引くと650しか余裕がなくなってしまうというところになってますので、まあそれだと僕はちょっと OB ランキングはどの選手が登場しようが絶対走るっていうのはね、記録取るっていうのはまあ企画で決まっちゃってるんで、4段5段6段の、まあ、6段あるか分かんないですけど OB のことも考えると、まあさすがにこの2150アニバ引かなかったら余裕出てくるんで、そのくらいの余裕は欲しいかなというふうな判断になっております。めちゃくちゃ強かった場合はセレクトミキサー覚悟でね、準備をしておきたいなと考えております。まあ、ダルビッシュさんも注目ですね。なので、まあ、ここはリーグリアタイ重視なのかによってもスルーすべきかっていうのは全然違ってくるかなと思います。僕はもうリアタイもう9割ぐらい重視でねやってる感じなので、まあ、リーグ補強を考えたらアニマならではステータス A に乗る選手とかもいたりとか、まあ、シンプルに極みにできる選手ばかりなので確実な補強は結構見込めるんですけれども、まあ、リアタイだけ考えて唯一無二の選手を獲得したいことを考えると、まあ、スルーかなみたいな感じの結論になりました。山本投手はなんとか獲得したいんですが、今年はちょっと渋々断念って感じですね。 WBC なかったら普通に引いちゃってるかもしれないですね。まあそれぞれね、人によって違うと思いますのでよく考えてみてください。で、最後ターニングポイントのランキングの記録ご紹介をしていきます。今回は最初前回よりも緩めなペースでスタートしたんですけれども、 A ガチャ来たぐらいですかね、徐々にペースアップして、結局累計11回分頑張んないと選択 S の3枚に入れなかったという記録になっております。試合数としてもね、僕個人としては1148かかりまして、毎日164試合ペースですから、まあ大変でしたね。本当に走った方お疲れ様でした。で、エナジーとしてはやっぱりターニングポイント、まあ、大変だったとはいえ、まあ、完全自走車3倍じゃなしというところで、まあ、コスパとしてはボーダーが上がりづらくね、良かったのかなっていう風なところで838エナジーの消費で獲得ができました。まあ、これは A ガチャイベント消費、まあ、全て含めたりとか、あとはランキングで返ってくるエナジーとかも含めて、まあ、込みで838ですね。まあ、失敗とかもまあちゃんとある程度あっちゃったので、まあ、なかったらまあ760ぐらいとかにいけたのかなって感じですかね。まあ高橋由伸さんとかなんでね、このぐらいのエナジー獲得できるのは十分ね、タニポならではってところなんで、コスパのいいランキングではありました。で、1枚に関しては、まあ、最後ね下がりましたんで、まあ、割と1枚も100円かからず3枚からいけたかなっていう風なポイント差だと思うので、まあ、割とそこもお得になりましたね。まあ、やっぱり1枚ちょっとボーダー高すぎて3枚に方向転換したんだよっていう方もね、多かったのかなと予想をしております。まあ、6日目時点ではね、全然1枚の方が3枚よりもペース的には前回比高めだったんで、まあ急激に1枚だけ最後下がったみたいな感じになってましたね。まあちょっとこの記録は個人的なものになっております。ボーナスが違ったり、いつからエナジー使ったとかね、その辺でも変わったりしますので、まあそのあたり、まあ、30連引いた方とかよかったら記録とかコメントいただけると非常に助かります。まあまたこういった記録活かして次来た時も参考になる情報をご提供できればなと思っております。ってことで以上になります。無課金向け動画等をまた作っていきます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。